今回はお仕事でLAに行ってきました。 Amazon さんに招待していただいて Amazon クリエイターサミットっていうのに参加してきました。世界各国のクリエイターが集まってセッションだったり、まあ、お話を聞く機会がたくさんあったんですけど、クリス・ジェンナーの自分の人生とキャリアについての話が私は特に印象的でした。お仕事の合間にまた LA の最新のプラントベーススポットだったり行ってみたい観光地だったりいろいろ行ってきました。着いた。懐かしい。っていうか1月はこっちの方来なかったからな。ほとんど勉強してて、勉強っていうか行きたいカフェとかちょっと勉強しに行きたいねお店とかリサーチに行ってたから、ロデオドライブらへん来なかったけど、何年前だろう、デビューしたくらいだから、6年前ぐらいにボイトレしに来たんだよね。ボイトレ懐かしいわ。最初アーティストでデビューしてるから、まあもっと歌唱力というか発声からちゃんと学びたいなと思って、その時のボイトレの先生に紹介していただいたね。先生がハリウッド近辺にいて、もうね結構意外とこう見えて決めたらすぐ即行動派なので行ったね。懐かしい。でそこでね、一人時間の時ここフラフラしてたから、ある意味お買い物するエリアじゃん、ロデオドライブって。だけど自分にとってはなんかフラフラ一人で内省っていうか、こう自分の心を整理する時間みたいな感じで、まあ、綺麗な街並みだし歩いてた。なんかちょっとノスタルジーっていうか、なんか懐かしい気持ちになるね。LA の滞在中、必ず立ち寄るスーパーのエラワンです。まあね、フィットネスだったりヘルストレンドは LA から生まれると言っても過言ではないと思うんですけど、ここには健康志向の人たちが集まります。プラントベースの食べ物だったり、まあ、サプリメントだったり、あとは腸活に欠かせないあの昆布茶っていうのが置いてあって、一日中入れちゃいます。今はフードコートでランチを選んでます。今から買ったお弁当たちを食べます。テラスで、気持ちいいのでテラスで食べます。私が、それぞれねセレクトしてるんだけど、私はこれはビーガンラザニアって言って、まあ、お肉使ってないし、生地はね、エッグプラントだからナスをミルフィーユみたいに重ねて、トマトベースのラザニアです。白滝かな、日本でいう白滝ヌードル、分かりやすいかも。美味しそうで、結構中華風な味付けになってるんだけど、ごま油が効いてて美味しい。なんかセサミオイルってことか。でネギがちょっと見えないけど中に入ってて美味しいです。サーモンとズッキーニとレッドオニオンなんだけど、まあグリルですね、バーベキュー風みたいな感じで串に刺さってるので、これもなんだろう、アメリカのサーモンってすごいジューシーで大好きだから好きなものを詰めました。で、見て分かる通り中華洋風バーベキューみたいな感じで、全然統一感はないんだけど、めちゃくちゃ美味しいので好きなものを詰めました。いただきます。フリフィス天文台は中にプラネタリウムとかがあってショーとかがあるらしい。すごいよね。なんかさ、この建築のさ感じも少し幾何学的な、なんていうの、ちょっとアートなのが見どころらしいよ。ちょっと事前に調べちゃったけど、こうロサンゼルスのこう夜景っていうか、その景色が一望できるらしいからさ、ちょっとお仕事の合間に見に来たよ。晴れたよ。アメリカのさ建物ってさ、その建築の見どころだと思わない？わあ、すごい。ロサンゼルスの街を一望できる絶景スポットで、壮大な景色を見て大満足でした。この後は LA の友人にディナーに招待してもらったので、みんなで行ってきました。友人のお家について一緒にディナーの準備をしました。マシュー・ケニーはローフードシェフとして活躍する、料理界ではとても有名なシェフの方です。
ローフードというのは主に生のままのお野菜や果物、ナッツ類といった植物性の食材を取り入れる食のスタイルのことです。まあ、プラントベースもこれに入りますかね。で、今夜もローフードで作るディナーをみんなで一緒に食べました。この猫ちゃんはランブルって言います。かわいい。こちらはビーガンラザニアです。先ほど切ったお野菜にカシューナッツだったりハーブだったりトマトで作ったソースをこう重ねていってラザニア風にしてます。こちらはマイタケをグリルしたお料理なんですけど、これね、ソースがめちゃくちゃ美味しかったの。カカオがベースでちょっとチリのようなね、スパイシーなハーブを使っていて、甘辛い感じがね、初めて食べた味だったんだよね。これはちょっとお家では再現できないのかもしれないけど、すごい特別な味がしました。インターナショナルな空間でとても刺激的で楽しい時間を過ごせました。このレストランはね、出てくる全てのお料理がめちゃくちゃ美味しくて、プラントベースのレストラン初めてだっていうスタッフさんも一緒に行ったんですけど、もうね、手が止まらない、ずっと食べてましたね、無言でね。で、なんか見てる分かるんですけど、うどんとかお寿司とかね、結構日本食っていうのがベースになってる気がするんだけど、でも味はなんか少しあの洋風なテイストもあったり、今までに食べたことがないぐらいすごく美味しかったです。このクリスピーライスなんですけど、こう上に乗ってる赤いのがね、まさかのスイカの皮を使ってツナを再現しているものなんですけど、味もめちゃくちゃ美味しかったです。でも今回はサンディエゴからスタートだったから、なんだろう、この前は1回目1月来た時はダウンタウンで結構都会からって感じでずっと街にいたんだけど、サンディエゴはなんか自然豊かで海沿いだから空気も美味しくて、なんだろうな、忙しかったけどアメリカをいろいろ満喫できた感じは今回の方があるかもしれない。勉強もできたし、結構観光地的な行ってみたかったところにも行けたので、うん、満足。バイバイ。寂しい、帰りたくない。動画を最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。梶ひとみでした。